蓮舫大臣のですね、不適切な交際についてですね、覚醒剤の現行犯で逮捕された人物なんですよ。あなたの周りにはそういう方がたくさん出てこられるんですか。平成23年11月15日参議院予算委員会、西田議員が蓮舫大臣の不適切な交際について言及していた。それでは早速質問します。蓮舫大臣にお伺いします。質問通告しましたが、蓮舫大臣のですね、不適切な交際についてですね、その疑惑があるという報道がですね、ここ、数週間いろんな週刊誌で出てますね。このことについて簡潔にご説明いただきたい。事実なのかどうか。一部週刊誌で報道されている方は実際に私も面識がございます。ただそれ以上のことは特段私は把握はしておりません。N 氏としておきましょう。 N 氏のことですね、蓮舫大臣。そうですね。で、面識はあるとおっしゃってるんですが、ここに書いてあるところを見ますとね、9月21日ちょうど台風15号が来ました。首都圏を襲ってですね、帰宅待機者まで出た時に、蓮舫大臣は麻布十番のお店でその方と一緒にですね、何か祝杯を挙げていたという報道がありますが、事実ではないですか。ご指摘の日に同僚議員と関係、会社の関係者と会食はしました。別に祝杯ではございません。この人と一緒に行ってないのかと聞いてるんですよ。同席しておりました。同席してたんでしょ。ですから面識はあるけれども、それ以上の関係じゃないんじゃなくて、その人と一緒に飲食をしてたんですね。はい、その通りです。それともう一つ聞きますがね、蓮舫大臣、2010年の8月ですね、その方と一緒にねぶたに行かれましたですか。大港に。あ、はい、その通りです。その時はそれで秘書の、どういうかグループで行かれたんですか。具体的におっしゃってください。その方と N さんとどういう形の方が行かれたんですか。同僚議員もおりましたし、その会社の関係の方とその方とこういう関係がある方、団体で参加しました。その時にもちろんこれ大臣になっておられましたから、 SP の方も一緒に行かれたんですね。はい。その同僚議員、この方は誰に紹介されたんですか。大体そもそもどなたに紹介されてそういう親しいお付き合いされてるんですか。同じ党の衆議院議員です。だからどなたと聞いてるんですか。どなたということを具体的に教えてください。ごめんなさい、質問の趣旨をもうちょっと教えていただけますでしょうか。手塚義雄衆議院議員です。手塚義雄、今総理補佐官ですね。で、なぜ私はこのことを言ってるかと言いますと、今蓮舫大臣は手塚義雄、今補佐官ですが、衆議院議員にご紹介になって、 N さんという方とね、この台風の夜も一緒に飲食をし、本当でしたらですよ、この大臣の担当はそのいわゆるですね、その防災担当でなかったかもしれないけれども、都民がですよ、みんな一番ですね、家に帰るのも困ってるの時に、この宿泊飲食してるのどうかなと思うんですが、私が問題にしている理由はね、この N さんという方が実は2005年にですよ、脱税で逮捕された。しかも脱税の捜査中にですね、そのガサ入れですね、いわゆる入ったら愛人宅でシャブを売っていたと。その覚醒剤の現行犯で逮捕された人物なんですよ。そのことを蓮舫大臣ご存知ですね。その事実自体私は存じませんでした。ただ週刊誌の取材をいただいて、それで確認をして、その事実を知りました。また事実を知りましたと言いましたけど、いつ知ったんですか。いつ知ったんですか。じゃあ今年週刊誌の取材が来た時です。その報道を聞かれまして、事実を確認されてどう思いになりました。適切は良かったと、そういう方とお付き合いをしてたのは良かったと思うんですが、どうなんですか。いや過去に逮捕歴があったということですから、でまた内容が内容ですから、知らなかったことは私の不注意だし、それは反省をしましたし、それ以降お付き合いは控えています。蓮舫大臣ね、お付き合い控えてるとおっしゃってるんですけれども、私はですね、これと違う事件、いわゆるメディア21事件ですね、グループですね、そこの関連する方からあなたたくさんのですね、名刺交換しただけで、何百万円とパーティー券購入された。でその方が何をしていたかというと、脱税と覚醒剤ですよ。同じなんですよ。あなたその話を聞いて、えっ、びっくりして返金しました、ね、もうお次はしませんに言いましたけれども、
この方とはなぜお付き合いしてるんです？すみません、前段の部分は確かに不適切だと思いましたので、もうすべて、変換をしております。で、今回のことも申し訳ございません。本当知らなかったというのは私 の反省するべきところだと思っています。そういうことありえないんですね。で、この方は、ね、ものすごく大きな商売をされておられました。風雲児でした。知らない人は知らないし、そのね、あなたの選挙の直後にですよ、この方はそして逮捕されてるんですよ、ね、そのことを知らないということ自体ありえないですが、私申し上げたいのは、なぜ蓮舫大臣、あなたの周りにはそういう方がたくさん出てこられるんですか？すいません、虚心坦懐に反省するものは反省をしますが、たくさんという複数というのはちょっと分かりかねます。普通ね、委員長、普通なかなかですよ、こういうような犯罪、覚醒剤と脱税でね、捕まった方と複数回にわたってですよ、付き合い、そしてその方と、まあ今もですよ、今のこの台風の夜も一緒に食事をしている、ありえますか？普通の人ではない感覚です。で、それを反省することを反省しますがねって言ってますが、何を反省してるんですか一体？あなたの反省って一体何なんですか？口で言ってるだけじゃないですか。何を反省してるの？いや、すいません、本当に私のこういう関係の中で、自分の中でお付き合いする人たちが過去どういうお立場があったのか、そういうことを知らなかった、報道等で知ることについては軽率だと思って反省をしています。ついでに言っておきます、あんまりこの問題ばっかりやっても意味ないんでね、この蓮舫大臣、これ覚えてないでしょ、防具ですね。で、ここに問題になりました蓮舫大臣が大臣になってからのですね、こういう国会での写真あるんですね。私はその時写真しか見てなかった。今回ここに記事が書いてあるんですよ。この記事見て初めて分かったんですよ。この記事の中に、要するにね、その今言っている N さんと一緒にご家族連れてねぶたを見に行ってますと堂々と書いてるんですよ、ここにね。私はそれで呆れたのは、こういう方とのお付き合いをね、だからそこにはその名前出てませんよ、出てませんが、要するに普通はばかりますよ。それどういう神経なんですか？だから全然悪いとも何とも思ってないんでしょ。だからこれから反省するもクソも反省する余地がないんですよ、ね、そうじゃないですか。この記事のみならず、伝統あるねぶたと夜祭りに行って感じたことを率直に言うのは、これはまた別だと思うんですが、ただその方が今ご指摘したような過去があったというのは、これはやっぱりお付き合いというのは控えさせていただきますし、反省をするとそれ以上のものではない。蓮舫さんは反省すると言っておられるんですけどね、野田大臣、野田総理、あなたの補佐官の手塚さんはこの方と今も非常に親しいお付き合いで、ね、1000万近い献金をされています。ご存知ですか？先ほどお話を聞いててですね、例えば蓮舫さんがご家族も含めてねぶたに行ったということは、まさに過去の履歴を知らなかったからだろうというふうに思うんです。で、まあ、手塚氏がどれぐらい献金をもらっているかについてはちょっと私は知りません。だから蓮舫大臣は少なくともね、今この場でお付き合いを控える、やめるとこういう意味でしょ、ね、あなたの補佐官は今現在お付き合いされてるんです。献金ももらってる事実がある。もしそうならそれはやめろというのか、どうするんですかということを聞いてるんですよ、あなたが任命者として。献金を今もらってるかどうかってこれは分かりません。過去にもらったかもしれませんけれども、今お付き合いしてるかどうかってこれは分かりません。確認しなければいけないと思いますが、基本的には本人が説明する問題だと思います。ちょっと今国民の皆さん、今ちょっと笑ってしまう話なんですね。だから調べるんですか？調べて事実ならあなたは任命責任者としてどうするんですかということを聞いてるんですよ。本人が説明するべきことです。何言ってんですか。あなたの任命者たちの責任を問うてる。ね、蓮舫大臣は自ら、ね、お付き合いやりませんと言ってるんですよ。で、それがじゃあやりすぎという意味ですか、野田総理。意味がわからないよ、あなたの答弁は。それぞれ政治家それぞれがお付き合いの仕方は判断すべきだというふうに思います。じゃああなたは今言ってるそういう方とお付き合いしてもいいんですね。基本的には大臣もその政務三役も、まあ、私が基本的に任命をしていますけれども、それぞれに対するご批判とかどういう形が何が起こったってことはご本人が説明をするものであるということであります。いいのか悪いのか聞いてるんですよ。何言ってる。任命権者としての責任を問うてるんじゃないか。具体的話じゃないか。あなた何を他人事みたい言ってるんですか。基本的にはご本人が判断すべきものだというふうに思います。調べるのか調べないのか、本人が説明責任を果たせばいいと思いますので、私自身が調べるということはありません。ありえないじゃないか。何言ってんですか。
あなたは調べないと言ったんですよ。じゃあ蓮舫大臣にお付き合いしてもよろしいと言いなさいよ。これは蓮舫大臣がご判断をすることであります。今日のこの話は入り口の話ですからね。これ以上やめます。やめますが、国民の皆さん見てください。これだけの問題あって、今総理何とおっしゃったか、調べることもしない。そしてそれは個人の判断。すごいね、あなたは本当にね、モラルという文字があなたにはないということがよくわかりました。そしてもともと民主党にはないんです。ご視聴いただきありがとうございます。高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。